今回はオペアンプの聴き比べをしてみたいと思います。こちらですね。こちらがオペアンプとなります。まずオペアンプは何かと言いますと、オペレーショナルアンプリファイアの略で、微弱な電気信号を増幅することができる IC、 いわゆる集積回路です。オーディオのアナログ回路に使われており、このオペアンプを取り替えると音質の方を変えることができます。今回使うオペアンプはこちらの4種類となりまして、まずですね、こちらの MUSE8920、 価格が480円程度ですね。次にこちらで MUSE01、 こちらはですね、結構高めのオペアンプで3500円くらいしますね。次にこちらで MUSE02、 こちらも3500円程度はねすると思います。 OPA2134PA、 こちらが770円ほどで購入できます。こちら4種類と、あと今使っているオペアンプですね、そちら合わせて5種類、こちらを聞き比べていきたいと思います。このオペアンプの使い方ですが、こちらですね、こちらの USB ダックを使います。こちらは数年前に購入した5000円程度のダックとなります。DAC とはデジタルアナログコンバータの略で、デジタル信号をアナログ信号に変換する機器となります。こちらをパソコンにつなげて使うのですが、簡単に言うとヘッドホンアンプとなります。スピーカーにもつなげますが、サウンドカードの方を通さずに音を出すことができます。この DAC にオペアンプが付いているので、こちらを取り替えながら音質の方を比較します。今回使用するものは、こちらオペアンプと DAC の他に、まずこちらの PC 用の Bose のスピーカーですね、コンパニオン2です。こちらと、あとこちらのアーカーゲイの K701 のヘッドホンですね。あとこちらでゼンハイザーの HD700、 ちょっとこちらのヘッドホンはね、高級なヘッドホンで、こちら7万円くらいするヘッドホンですね。こちらのスピーカーとこちらのヘッドホンの方ね、3つ使いまして、音質の比較の方をしていきます。はい、ではまずですね、最初にこちら MUSE8920、 こちらのオペアンプの方を使います。こちらのオペアンプは480円程度のものですが、 MUSE のマスプロダクションモデル、クリアなサウンド再現と高い生産性を両立させたオペアンプ、癖のない音作りにより多様な音楽ジャンルに適しているみたいですね。でこちらをね、早速取り付けたいと思います。はい、では次にオペアンプの方を交換します。まずですね、こちらダックの方を分解します。はい、こんな感じで分解の方終わりましたら、こちらですね、こちらのオペアンプを外して、こちらのオペアンプと付け替えます。こちらがオペアンプとなりますが、全部でピンが8本ついてます。こちらのピンが結構柔らかいので、基板から抜く際にまっすぐ上に抜かないとピンの方がすぐ曲がってしまうので、その辺はね、注意が必要ですね。
こんな感じで交換の方は完了です。基板の方を出せればペアンプの交換の方は簡単だと思います。はい、では次にミューズ01、こちらですが、生産性など意識せず音質を追求したオペアンプ、ハイエンドオーディオ機器に最適な製品、解像度が高く上品で自然な音が出せるオペアンプです。はい、では次にミューズ02、こちらはですね、ミューズ01の後継モデルで、こちらもハイエンド用の高額なオペアンプです。01と比べるとダイナミックでオールジャンル向けのオペアンプとなります。はい、では最後にこちらとなりまして OPA2134、 こちらはですね、値段も770円とお手頃で、多くのダックで使われているオペアンプとなります。ジャンルを問わず使える感じで、バランスの良いスタンダードなオペアンプとなります。はい、こんな感じで5つのオペアンプの聴き比べをしましたが、効果の方は絶大でした。スピーカーにもよるものかと思いますが、 BOSE の PC 用スピーカーコンパニオン2だと音の変化は分かりにくかったです。アーカーゲーとゼンハイザーのヘッドホンでは違いの方はよく分かりますね。ヘッドホンで音楽を楽しむ方にはいいと思いました。私の好みはミューズ02ですね。私が聴くような音楽には合ってると思います。全体的なバランスではミューズ01も捨てがたい感じです。こんな感じとなりますので、ご参考にしてください。今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。